はい、えー、それでは令和元年の監査論の論文式本試験の解説を始めていきたいと思います担当レック専任講師久坂ですよろしくお願い致します、えー、今回の本試験皆さんどうだったでしょうか、えー、大方ですね監査報告論が出るんじゃないかというふうに 予想してたわけなんですけども、思いっきり外してきましたね。えー、もう第一問が監査実施論ね、そして内部統制報告制度というところから出題。そして第二問はまあやはりこれはねまああ,のある程度予想してたところもありますけども不正絡みの事例問題ということでですね。まああの報告論はあのこれあえて出さなかったのかまあ予想はね、えー、どの予備校もさんもまあしてたでしょうからうん出さなかったかまああるいは実務として まだあ報告論の新しい部分っていうのは、えー、始まってないから出さなかったかまあちょっとね、えー、理由はわからないですが、あのー、そういった形で、えー、予想とはね第一問まあちょっと違う形式で出たというところはあります。えー、ただ、ねまああのー、一方で理解をしていれば取れると いう問題が正直今回も多く出題されたと思いますしやはりですね「監査論論文式本試験は」はもうここずっとあの解説の度に言い続けてますがああのまあ、いい問題というかねあの理解をあの伴った勉強を続けられてた方はあの 一見難しく見えるかもしれないんですがあの何かしらね取、えー、っかかりにして、えー、書くことができたあー方もね、えー、いらっしゃったと思いますですから、あのー、やはりですねまずあの解説の前に言いますと今後も監査論に関しては単なる暗記っていうのはねあのほとんど不要でですね、えー、逆にしっかりと理解をして、えー、人に説明できると。 ね、いうことがですね非常に大事になってくるとさらに財務会計論の知識ねこれとの監査論の知識を融合させて解くというのがもう事例問題ではあの結構当たり前のようになってきてますから頭の中でですね皆さん簿記をやられてますから簿記の仕分け等をねこれを頭に浮かべながらあるいは簿記だったらどう処理するかなということを考えながらああ 監査論のね、事例問題に取り組む、あるいは事例問題の中で、簿、え、記、ー、の、あの論点を思い浮かべるということをしていただくといいかなというふうに思います。はい、ではね、えー、早速ですが、問題の内容に見ていきたいと思いますね。えー、問題の第一問ですね、えー、これをまず見ていきましょう。はい、で、えー、第一問、問題一、えー、実施論の、ねえー、監査基準の。 ところがままず最初に、えー、出ています、えー、問題文読みますと「監査基準実施の第実施基準14」には、えー「監査人は十分かつ適切な監査証拠を入手するにあたっては財務省における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、えー、リスクに対応した監査手続きを原則として示唆に基づき実施しなければならない」ということでこれに関する問題と。 まさにですね、まあ、ここの基準は基本中の基本でもうね、えー、入門ででやるよような話ですよねじゃあ問題としてどうなのかというところでまず問一見ていくと問一現代の大規模企業では取引件数が膨大で精査が実施不可能であり経済的合理性がないため、えー、財務省監査は原則として示唆で行われていると。 えー、これらの要因のほかに示唆が採用される理由を2つ説明しなさいということですねで、この問1はもうこれ見た瞬間ラッキーと思っていただきたかったとこですね、えー、示唆採用の根拠4つというのはもうこれはですねあの入門あの担当上級そして論文とねもう毎 回同じこと扱っていて、えー、ここはもう出たら絶対かけるようにしてくださいっていうね何度も言ってたところですですからあのー、まあここはあのー、やはり、えー、できないと合否に影響してしまうというところになりますで、えー、このね、えー、示唆採用の論拠まあ根拠としては一つが あのまあ何ていうかな消極的な理由そして残りの3つが積極的な理由でしたねで、えー、1つはまあ,あのこれ模範解答見ていただけばいいですけれども1つはあのの監査資源の制約という話これはまさに費用人員時間等が限られているというここのね問題文で書かれている、えー、この「 資産によらざるを得ないといとう話でしたなのでそれ以外の3つのうち、まあ、2つを書けばいいということで、えー、例えばね、えー、模範解答レックとして模範回答にしているのは財務所要監査の、ね、目的に関して社会的な合意があるでしょうと、ねえー、そもそも重要な虚偽表示が存在しないことを合理的な水準で保障するという、ねえー、そういった合意があると。ねえー あくまででも重要な虚偽表示ですね単なる虚偽表示じゃなくて重要な虚偽表示の不存在これを絶対的なレベルじゃなくて合理的なレベルで保証するとねっ補、えー、すればいいんだと、ねえー、そういうふうにもう社会っいうのは合意があるんだからだったら示唆で十分でしょという話ですねまあこれをですね一つレックの回答としていますね。 はいで、えー、そしてですねもう一つの回答としてはですね有効な内部統制の存在ということを回答にしています。これはああのまあ 通常の、ねえー、このまさに問題文にあるような大企業ではですね内部統制の有効性がまああの確保されているということで、えー、監査人はねその内部統制の有効性に依拠することによって、えー、まあも具体的に言うと実証手続きの件数を減らすことができるというようにね示唆、えー、を採用することができるという、まあ、この2つがですね、えー、まあ,あの積極的に示唆を採用していい理由としては強いかなと思います。 でもう一つまああの示唆3の論拠の4つのうちの残りの一つとしては統計理論の発達ですよね、えー、これはあの全部をチェックしなくても一部をチェックすれ,すればあのもう統計理論が発達しているのであるいは統計技術が発達しているのであの視聴率系のようにね、えー、この一部をチェックすれば全体が推測できるというね、えー、そこがあるので示唆でもいいでしょということで、あのーまあ、その三つのうちの二つを書いていただければよかった 問題ということになりますはいですのでまぁ、あ、模範回答はねこれもうちょっと今のここの問い1に関してはもう後で、えー、このね、えー、見ていただければと思いますがまさに今お伝えした内容だけですねはいまず1個目はこれはですね、えー 財務省のおに重要な虚偽の表示がなのがいことをね、えー、絶対的な水準じゃなくてあくまでも合理的な水準で保障することだということが社会的に合意されているということとおこの、ね、2個目は内部統制が有効な有効な内部統制が整備されているて、ね、だからあ示唆でも十分なんだということですね、はい、ここはあの正直問いはもうこれはもう見た瞬間にこれもう下書きもなしにね書いて頂い,いてよかった問題だと思いますね。はい じゃあ問いに行きましょう。問いには、えー、財務省監査を仮に精査によって、えー、実施しても財務省上に不正による重要な虚偽表示がないことについて必ずしも絶対的な保証が得られるわけではないとその理由を説明しなさいということなんですね。はい。でこれ審査によっても絶対的なあごめんなさい審査によっても絶対的な保証が得られないと。 ということですよねでそもそも、あのー、合理的な保証とされるその理由って何だったかというとこれは、ね、絶対的な保証を付与することができないあくまでも監査で付与される保証水準が合理的な保証とされるのは監査には固有の限界があるから絶対的保障は与えることができないということです。 でその監査の固有の限界に関してはですね換気法の200の A45 項から47項までまああの書いてあります。で、えーまあ、45項がですねこれが財務報告の性質が特に書いてあって、えー、46項が監査手続きの性質そして、えー、47項が、まあ、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性と と,いうところが書いてありますねであのー、じゃあどこを書くんだと言った時にあの精査によってもっとここの問題文で仮に精査によって実施してもということがありますので、えー、ちょっとね3つ目のそのあのー、こういうの限界である合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性これはですねもうあの問題文で精査によって実施したとしてもというあのー この前提がありますからその、えー、合理的なコストで実施すするととといいいいうところは取っ払っっ払ちゃっていいと思いますそうするとですね、えー、この監査の固有の限界の中の2つまあ,あ財務報告の性質例えばあの財務諸表項目には主観的な判断や評価とかね不確実性が関連していて合理的と考えられる解釈や判断に幅が存在するとかですねあるいは あごめんなさいそれが1個目の、まあ、財務報告の性質を書くっていうこと。でもう一つ2個目としては監査手続きの性質といってね200の A46 個にある、えー、そもそも監査情報の入手には実務上および法令上の限界があるんだというところですよね。えー、それを書いてあげると。で、あのー、そこにはまあ限界としてはそもそも経営者とか、ね、その他のものは全ての情報を提供しない、ね、可能性もあると。 でもう情報の漏らせについて確信を持つことはできないっていうことがありでその中にですね「不正はそれを隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴うことがある」と。で、えー、だからこそ監査手続きは意図的な虚偽表示を発見するためには有効ではないことがあるという、ねえー、ことが、まあ、この A の46ですね、A、46に書いてあると。でえーまあど どっ,ちを書いどっちをというかあの両方書いいいても正直いいと思うんですよ、ねえー、監査手続きの性質として、まあ、あの実務上法令上の限界があると、ねえー、不正の話を書くと更、えーまあ、にこの、えー、財務報告の性質として、えー、見積もりやねなど経営者の判断とか不確実性が関わってるということをどっちも書いてもいいんですがこれ回答行数がですねあの5行ぐらいですね。 でえー、5行ですねで、えー、そしてですね特にこの問題文でもう一回移しますけども「不正による重要な虚偽表示がないことについて」ということで「不正による重要な虚偽表示がない」というこの 不正を絡めてて聞いてきているのでまああの最低限というかですね模範解答もそうしてますが監査手続きの性質のところをね書けばいいんじゃないかなというふうにあのレックとしては考えています。ですから 回答ををちょっっと移してててここれを見いいきまますすが問にはうな不正はそれを隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴うことがあるためまさにこれは環境200の A46 です、ねえー、あるため監査証拠を入手するために実施する監査手続きは意図的な虚偽表示を発見するためには有効でないことがあると、まあ、ここは書きたいですね。 はい、これはあのーね、いの監査手続きは不正には有効じゃないことがあると、まあ、だからこそね、えー、それを踏まえても絶対的には保証できないんだという話につながりますからこここは書きたいというととうですまたあとここね監査は公式な操作を行うものではなく監査人は捜査を行うために必要となる特定の法的権限を有していないっていう、ねまあ、ここもですね何かあの不正があるからといってですね 強制的にその例えば非監査会社のところで何かね悪いことをやってんじゃないかということで引き出しを無理やりね開けて、えー、何か資料を押収するまさにねあのよくこうテレビとニュースとかで、ね、何か資料を押収してるとかいう場面見ますけどもそういうことは監査人はできないんですよだから何かこの不正に絡めてね書くときにこの捜査権限がないっていうのもやっぱり書いておきたいところでは正直ありますよね。 はいでそうするとですねこの捜査を行うために必要となる特定の法的権限を有していないこのような監査手続きの性質から仮に精査を実施したとしても不正による重要な虚偽表示がないことについて必ずしも絶対的な保障が得られるわけではないということでまああのこのねええー 監査の固有の限界の2つ目の理由を模範回答にすれば模範解答にしていますし、それが回答できればもう十分合格点となったかなということで、えー、レックとしてもあのここ模範回答にしています。ちなみにあのこれ例年そうなんですが、レックとしてね。模範回答にしているのはあのいたずらにですね。それこそ難解なあの軸を使ってですね。あの。 時間をじっくりかけてこう何、うん、て言うかな試験時間内にとても考えられないような回答にするんではなくてね受験生になんとか時間内に頑張ればここまで書けるかなとあるいは努力目標となるぐらいの回答にしていますのであのちょっとねそういう意味ではすごく参考にしていただけるかなというふうには思います。はい で次いきますよ。次はですね、トイさん見ていきましょう。トイさんでね、これトイさんはなんか皆さん書けるような気がして、それで意外と書けなくてハマってしまったんじゃないかなと個人的には思ってるんですよ。で実際ですね、あの我々もね回答を作るときにあの正直私個人的にはもっと言うと個人的にはトイさんが一番時間かかりましたね。トイさんってこれ何書けばいいんだろうとであのこれいうのが本試験の難しいところ。 で一見ですね物理的証拠文書的証拠口頭的証拠って見ればあもうなんか書けそうだなと思ってすんなり書いちゃった人はそれはそれで良かったと思います逆にすんなり書けそうなのにこの枕ク言葉にやられてしまった方ね監査人が棚卸しさんの実在性実在性と状態について入手した監査証拠の信頼性を判断する際にとでもちろんこの枕ク言葉が大事なんですよこの問題ね、えー、いきなりこのどの問題問1問も問い2問も関係なくいきなり棚卸し 資産の,、ね、の実在性状態っていう話が出てきてでその時に留意すべきことおよびその理由をこの証拠についてね、えー、留意すべきことおよびその理由を物理的証拠文書的証拠口頭的証拠に分けて説明しなさいという話です。でもう 時間がなくて何も書くことが思い浮かばなかった方はあの一方でですねこの物理的証拠はまあ証明力が強いんだと、ねえー、で文書的証拠はあのーまあ、その次に証明力が強いとで口頭的証拠はあのそれだけではねあの証明力弱いから裏付けが必要だとかねそういった証拠力の,まああの,証,拠の、ね、証明力の一般論的なところから書いていって何、まあ、かを埋めると。 いうことでもまあまあ最低限の点数は来るのかなと思うんですがこれ。 ここであえてでさんの実在性とと状態についいてうこがるわけですよね環境の501がこれね参考になりますけれども環境501でまあ財務省において棚卸さんが重要である場合に棚卸さんの実在性と状態について監査、えーねねまあ、証拠を入手しなきゃいけないとその場合に実務的に不可能でない限り自治棚卸しに立ち会いなさいっていうことが、まあ、書いて あったわけですよそこを思い出していただいてあなんかね501とかその辺り環境の501とかを引きながら書くのかなということがまあ思い浮かんでいただければね、えー、少し前進っていうところですけどそれでもこれ書きにくいですよね。物理的的的証証証拠拠拠と文章的証拠行動的証拠をそれぞれぞ 4行ずつ書かななきゃいけないけとと意外とねこれ骨を出るんですよでえー、っとまあこれねちょっとレックとしてまあ書きやすいかなというところか書きやすいとかなここは一番あの誰に言っても書きにくいと思うんですけどもその中でねまああのちょっと模範解答として挙げてるのはまず1個目はですね物理的証拠はまず物理的ですからこれ棚卸資産ってことであれば立ち合いをするとで立ち合いの中でこれ何をするかっていうと環境のね501に書いてある通り 立ち会いの中では、まあまずじ観察をしなさいっていうことがありました。だから、観察つまり行動を見ることですよね。で、行動を見てまあ、そこでね。その行動を見たことによる。まあ、実際に、えー、見たことによる物理的な証拠ということと、あとはですね。あのー。 あの立ち会いの中で実践もしなさいっていうことをね言われています。だからこの実践をねするにあたってですね、あのー、実践あするにあたってというかな実践をした結果得られる観察証拠まあこの物理的証拠ですよ。だからそこを特化りにしてじゃああのー、観察とか実践で何かね。えー 基本的には物理的証拠ですから証明力強いんでしょうけども何か問題点あったかなということを考えるわけですねそうするとこれですね自治棚卸の立ち会いにおいて実施されている棚卸手続きを観察するということは求められているんでその求められていることをすることにより得られる監査証拠の信頼性はこの観察の デメリットはこれでしたよね。観察されているという事実により影響を受けると。まあここなんか一つ書いてもいいんじゃないかなと思いますね。観察のデメリットですよ。結局相手方は見られてるわけですから、会会計士、監査人に見られてるわけですから、その時ぐらいちゃんとやろうとかね。まあそういう発想で、えー、この非監査会社がね、えー、そういうことになってしまうと、まあその観察されているという事実によって、まああの監査人によく いいい場面というかねあのちゃんとやってる場面を見,見せてしまうと逆にはあの観察されてるというこ,のことによって何て言うかないい意味での観察証拠しか得られないということになると。でおよびその後ね実際により得られる観察証拠は実際行った時点に関するものに限定されるとこれもですねまあ,あの レックでもね、当連で扱ってきましたけども、要は、あのー、例えば現金実査を、有価証券とか受け取り手形の実査と同じ日のね、同じ場所でやんなきゃいけないとか、そういった話ってあったと思うんですよ。それと同じ話、あるいはですね、実はこれ、えー、前回、前々回、あの、本試験で、 このの在庫移動の話が出てるんですよねでそれをちゃんとね本試験過去の本試験を解いてくださいってこれ何度も言ってたんですけども解いてくださってた方はすぐねこの実をしてても在庫移動されちゃっるる場合があるとでこれ去年ですかねごめんなさい去年か一昨年の論文式本試験でね在庫移動してる可能性があってその在庫移動ってことでね、えー、在庫まあ課題形状あるいは過小形状とかねそういったような話につながるということが問題出てました。でまさにこれ ここれもそのことを書いてます実際行った時点に関するものに限定されるだからそこで数えたものだけなので不正な在庫移動をね例えば期末日前後で置いて前後に置いて。 やっていていですね在庫が本来ないにもかかわらずまあ、期末日の前日ぐらいに在庫をその倉庫に移してですねそしてまた翌日在庫をなくしてしまうとかね他の倉庫に移動してしまうっていったような在庫移動を感化してしまう可能性があるっていうことによって、まあ、など必ずしもですねこの物理的証拠だからといって信頼性が高い、ね、証拠が得られるっていうわけではないっていうことにまあ留意をしなきゃいけない。まあ、この辺 がかければまあかなり良かったんじゃないかなというふうに思いますね。はい まあここはね正直簡単そうに見えてえかなり難しいというところだと思います。はいなので私個人的には鈴井さんはあのそんなに書けなくても一二行書いて何とか切り抜けていただければよかった問題だと思っています。はいで鈴井さんの続き回答をね見ていきます。今度はえ文書的証拠じゃあ棚卸しのね立ち合いのところでどんな文書的証拠を得るのかっていうとねやっぱこれなんですよ。これも実務やってないとちょっときついですよね。はいこれはあの経営者の実際棚 棚卸し記録ですつまり棚卸しっていうのは、ね、実地棚卸しっていうのは会計士がやるものじゃなくて実地棚卸しっていうのは関あの会社の人がねうちの会社の在庫 ちゃんとあるかな、盗まれていないかな、あるいはどっかになくなっちゃってないかな、あるいは陳腐化してないかなということを、これをですね、会社の人がうちの会社の在庫についてやろうということなんですね。で、それが、それをちゃんとやってるかっていうのを監査人がそこに立ち会ってチェックするということですから、まずはそもそも会社の側が、会社の経営者側が、えー 在庫がいくつあるかってことを記録して、それをね帳簿に反映させていくわけです。だから、この経営者の自治棚卸記録、これがですね。ま1、あ、つのあの文章的証拠になるわけです。でこの自治棚卸記録には単純な誤りやね。もちろん、あと意図的な在庫の除外と。まあ、例えば、えー、担当者レベルで在庫を盗んじゃってですね。まあ、あんまり例え良くないですけども盗んでしまって。でも在庫はね。 あ盗んでしまったことによって在庫をですね、えー、10個あるものを9個にするとかですねあるいは、まあ、単純にですね、えー、10個あるものが15個になってるとか、まあ、そういったようなことが含まれる可能性があると。なのでこれででですね実地棚卸しの立ち合いで監査人がやるべきき手続きとしてテストカウンもまあ上級講義の中ではあの時間をとって説明したんですけどもテ,テストカウントをしてですねそれで得られた当該棚卸し記録の網羅性 とか正確性に係る監査証拠まあここをね、えー、経営者の自治棚卸し記録について、えー、このテストカウントをすることによってその網羅性とか正確性っていう監査証拠が得られます。でその信頼性を判断する ねえー、いう場合にはこの実地棚下し結果をそもそも記録し管理するための経営者による指示と手続きなど当該棚下し記録の対作成と管理に関連する内部統制の有効性、まあ、これなんですよね結局監査人はテストカウントをするわけであってその、えー、テストカウントでいいっていうことの理由としてはやはりですね会社内に内部統制がしっかりと構築されている、ねえー、そして運用構築維持されて、まあ、運用されていると。 えー、その有効性があ,のあることがまあね、えー、前提ですしその内部統制が有効であることによって。 この監査人の証拠の、ね、信頼性も増すということがありますからやはりねこの内部統制の有効性について留意すべきだとここはちょっと厳しいですねテストカウントとかこの経営者の自治体治る記録っていうことが、まあ、持ち出せれば結構というかかなり良かったかなと思いますけどもでそこに絡めて内部統制の有効性というところまで、えー、かけるのはちょっと大変だったかなと思います。ここも、まああのー、なんとかですね 棚卸しとこの経営者の実地棚卸記録というところを12行でも書ければね えー、まあここはですねまあ,あのちょっと想像でいろいろ書いて頂いけばよかったとここは棚卸立ち合いにおいて棚卸担当者等に対して実施した質問による回答は一般的に文書化された換算証拠よりも証明力が低いとまたあのこれもね回答の信頼性は回答者の有する知識や経験能力等による影響を受けるということでこのため質問に対する回答を評価することが 不可欠だと。 これは換気法500のまさに監査証拠のね関基、えー、法に同じ文章が載ってますからもう監査証拠のことを聞かれた時点でまあ棚卸しっていうことで501もありますけども換気法500を引けたかどうかと A2 項とかね A22A24 あたりを引けたかどうかということはポイントになってきます逆に言えばそこを引ければある程度かけたかなということそしてこれですねあと質問に対する回答を評価するの後になお質問のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手することはできない点にも留意すべきとまあこ これは典型的な話ですよね質問だけでは十分かつ適切な観察証拠を入手できないこれなんか書いたってまさに留意事項ですからいいと思いますねはい。だから意外とこの口頭的証拠だけは何とか書いていただきたかったところかなとは思いますはい。では、えー、第1問、えー、もうちょっとねありますね、えー、もう一つの論点としてこれですね、えー、問題2です はい、えー、金融商品とでこれやっぱね問題のこの問題1にしてもこの実施論のね全部あのあの実施基準が書いてあるし問題になんかまさにこれ次の問題を解いていくにあたって大事ですからしっかり読んでおいてほしかったんですけども金融商法で導入された内部統制報告制度はこのあと経営者による評価および報告と監査人による監査を通じてさらにここですね 財務報告に係る内部統制についての有効性を確保しようとするものって、ここに目的書いてありますよ。これに関して、えー、党一党員に答えなさいということで、まずこの目的が効いてきます。端的に言うと、経営者による評価及び報告と、監査人による監査を通じてっていう、ここはまあいいとしても。 この前かごめんなさい内部統制報告制度は財務報告に係る内部統制についての有効性を確保しようとするものなんだということですではまず問一、内部統制報告制度において財務報告に係る内部統制が有効であるとは何を意味するかとでこれ意外といきなり聞かれると困っちゃった方もいると思うんですがこの問1はですねもうこれ内部統制基準そのままなんですよ 内部統制基準にあの書いてある通りなんですけども、ねえー、内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備運用されていて、えー、開示すべき重要な不備がないことというのがねこれバッチリ書いてあるんです。 でさらに開示すべき重要な不備っていうのが何なのかっていうとそれも内部統制基準の一番最初のところでね、えーまあ、2の1の34のところなんですけども開示すべき重要な不備っていうのは財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告にかかる内部統制の不備ということが書いてあるので、まあ、ちょっと回答行数が4行あるから、ね、単純にあの内部統制のあのの 有効であるっていうねことについて単純に書いてしまうと2行ぐらいで終わっちゃうのでそこにですね開示すべき重要な不備がないことということの開示すべき重要な不備についての説明も加えた形がこの模範回答になっております。もうここは説明するまでもなくね基準に書いてあることであのまあ、そうですね有効であるっていうのはまあ最低限整備運用がしっかりなされていると。 いいうことを書いて解除すべき重要な不備がないことっていうのはこれはちょっとある程度覚えてないと書けなかったかもしれないですけどもなんとかですね、えー、嘘じゃないことを書いて切り抜けていただきたかったとまあただここはあの基準にはあるからしっかり勉強されてた方はそのまま書くことができたかもしれませんねただちょっと差はついたかと思います。問、は、問、い、問いにですよで問いににででですすよははねこれは考えて書ける問題でむしろ 1> 問い1よりも問い2の方が逆に書きやすかった可能性もあると思います。で、これは問問にはね問題見るとこうなってます。 内部統制報告書において財務報告に係る内部統制の評価は連結会計年度の決算日が基準と。そうですよね。ここが内部統制監査と財務諸表監査における内部統制と大きな違いでした。大きな違いでした。内部統制監査ではあくまでも期末日時点の決算日時点の内部統制が有効かどうかというところがポイントでした。 でこのように内部統制の評価を特定時点で行うことは内部統制の不備が期中に発見された場合の対応を考えるとこの制度の目的にかなうと言えるとその論拠を説明しなさいということなんですよねこれ何がいいかというと決算日に内部統制が有効であればいいとで内部統制を期中で評価した時に有効じゃなければこれ 決算日までに直せばいいわけでで、で、すよねで。直せばいいで。そもそも先ほど線引いたこの問題文の内部統制のね報告制度の目的っていうのは要は内部統制の有効性を確保しようとするものつまりいくら内部統制が基中において開示すべき重要な不備があろうがそれが決算日期末日において是正されてね えー、内部統制の不備が是正開示すべき重要な不備が是正され有効な内部統制であることそれがむしろこの制度の目的有効な内部統制を確保しようということにかなうわけですよだからむしろ期中にですね開示すべき重要な不備があればそれを修正してね是正してそして直して その治った有効ですよということを開示するこれが目的にかなうということを言ってるわけです。じゃあ、えー、これってまさにですねもうあの今のが答えなんですけどもね気中に発見された場合は治せるとね期末までに治せばいいとということは治そう という棋、ね、中に発見すれば時間的余裕があるわけですからこれがね、えー、その時間的余裕を確保して確保,が確保されてそして、えー、経営者にねその直す是正しようという思うことにまあ経営者が是正しようと思うことにつながるわけです。ですからもう棋、あのー、中でいくら内部当選不備があるのがね、えー、その、まあ、決算日時点で問題なければいいということで、まあ、直させようと。 経営者に有効な内部統制に直してもらおうと是正してもらおうということを促すというかな促すことにつながってそして、まあ、時間的余裕があるということで,です、ね、模範解答をこうしています。 え見てみましょう一番下ですね内部統制報告制度の目的は財務報告に係る内部統制の有効性を確保しようとするものであるとまさにこれ問題文に書いてあるところをそのまま使いました。でここで期中に開示すべき重要な不備が発見された場合であっても決算日までに是正が完了していれば財務報告に係る内部統制は有効であると評価できるんだと。ね、そうでですすよねですから 内部統制の評価を決算日時点で行うことは不備を是正するここですよ是正する時間的な余裕を確保し是正を促すことにつながるとまさにここなんですだからその目的にかなうんだとだって目的は有効な内部統制内部統制の有効性を確保しようとだから内部統制に開示すべき重要な不備があるなんていうそんな開示をしてほしいとはそもそも思ってないわけですよ。ね、内部統制に開示すべき重要なな不備があるっててんじゃなくて 有効だと内部統制は有効だとそういうことをですねあのそういう結論にするためにやはり時間的な余裕を設けてねそして是正を促すとこれが大事なわけです。はいですから問いにはこういう答えになりました。 とということで、えー、と意外とですねこの第1問については、まあ、問,問題1の問1問2は絶対取ってほしいとで問3は難しいで問題2の問1も意外とですね覚えてなかったという方いるかもしれないけど問2はなんとか考えて書いてほしかったということであのー、やっぱりねなんか変な問題って というかですね、そのなんかさまつな論点って出てないんですよね。えー、非常にあの練られたあのなんか別に単刀式本試験をね否定するわけじゃないんですけど、あの論文は本当に毎年なんていうかな考えさせるいい問題でえっ、ー、とまあ。 これもちょっとね、レックの論文講座とかですね、まあ、担当講座とかあの理解を重視して学習された方はあの比較的、ね、考えながら解けたかなとで暗記一辺倒だった方はやっぱり厳しかったかなというふうに思います。 ね、でええー、となのでね、まあ、言い訳するわけじゃないですけどあの予想はねあのなかなかやっぱ難しいところはあるんですがただあの一貫して理解,した理解を通じた勉強を,、ね、をしていただきほしいということをお伝えしているし過去問を見てほしいということをお伝えしていましたがそこをですねあのしっかりやっといてくださった方はあの落ちる点数は取らなかったかなというふうには思いますね。 はいえー、それではじゃあ第2問目にねあの入っていきたいと思います第2問目はまあこっちの方がですねどちらかというと、まあ、ある程度予想されていたあの事例問題でしかもね不正に関する内容ということになりますので、えー、ちょっと見ていきたいと思いますはいでえー、っと第2問目の問題はですねえー、っとこれですねはい。 で、これはちょっと一緒にね、見ていきますが、まず、この、 次の状況に基づいて問題だからまあここでですね上場会社だってことは、まあ、不正リスク対応基準が適用されるとかねまあそのぐらいまでこうパッとね思い浮かぶとまあまあいいですけどもとにかくで製造業まあ通常の製造業ですから製造業で環境が頭に入ってるとですね営、ね、利を目的とする会社で製造業だったら税前利益の5%を需要性の基準値とするとかねまあそんなこともありますけどまあまあそれはいいと で第20期まあこれもちょっと、えー、2018年4月1日から2019年3月31日までと。で財務省監査を担当する監査人 X が資料監査は当期の監査にあたり資料を得たと。でこうに関する基本情報としてここですよね。創業者が代取り経営を支配ファミリー企業とね、えー、なんか関連当事者の匂いが。 するなあっていうふうに思っていただいてもいいんですけどもあるいは何かね不正やりやすいんだろうな経営者による内部統制の無効化しやすいんだろうなとかそういうことですね思っていただくとまあかなり幅が広がってくる。で次半導体製造装置の製造販売を、まあ、まあこれは受注生産何か関係してくるかもしれないですね。はい、で受注案件ごとに個別原価計算だと。 で工事進行基準を適用していないと言ってますねはい。で、えー、取り扱う製品に関してはやっぱここですよね技術革新がはが激しく厳しい経営環境だと競争環境だとで次2013年上場以来毎期増収増益だとで増収増益の維持に関しては経営者の関心も高いそんな中 第20期当期も2018年5月に増収増益となる業績予想を公表しその後修正していないんですよこれですよね、はい、増収増益となる予想を公表その後修正してないでも上で激しく、ね、厳しい競争環境だと言ってますじゃあ次見てみましょう第20期当期第3四半期まで売上の実績は計画を上回って推移はしてるんだと。 売上は計画上回って推移してるんだけども利益の実績は計画に未達で推移ということなんですよ。利益,の計画は,利益は計画にに未達なのに業績予想を修正してということです。競争環境厳しいんですさらに取締役は業績連動報酬が導入と報酬の大部分が経営成績に関する目標の達成に左右される賞与。 などで構成ということでね。なんかやっぱりこれ不正が行われそうな不正。リスク要因の存在する典型的な場合が来てますね。はい、じゃあ問題1。資料1のね、えー、情報から財務省に重要な協議表示が行われる可能性について、監査チーム内でどのような虚議が行われたか。もう。これはですね。上の問題文をなぞって書いてっていただければいいんです。あのここはあの何て言うかな？回答を。 しないとかね あのあるいは白紙であまあ要は白紙で出すってことはしないでいただいてもうこれはもう問題文をそのままね、えー、順を追って書いていっていただくあるいはまあ書きやすい順で書いていっていただければよかったということになりますえも、ー、レックでは模範解答こうしてます、えー、監査チームでは以下の討議が行われたと考えられるということで損害者である大統が経営を支配しているためね当該大統に対する監督機能まあこれまあ監査役等とかねまあいろんなところの監督機能が有効に機能していない可能性があって内部投資の無効化リスクが相対 高いいよよととうことですよねでまた当期においても前期同様に増収増益となる業績予想を公表しているんだけれども利益実績は計画に乱つで推移していることや取締役に業績連動型の報酬制度が導入されていることから経営者が不,利不正に利益を過大計上する等の財務省全体レベルの重要な協議表示リスクが識別される可能性が高いということですよね。まさにこの,、ねえー、この大きい話ですよ経営者が 業績連動報酬で経営者が不正に利益を課題計上するもうこれはあるいはね、えー、もう不正に費用を過小計上するってことも含めて財務省全体にです、ね、関わってくる大きな話ですだからここでねあの討議としてですね重要な虚偽表示が行われる可能性まさに重要な虚偽表示リスクに関する討議としてはやっぱりね皆さん財務省全体レベルとアサーションレベルねこの2つの段階にかけて書いてあげる 書いてあげると二つの段階に分けて書いてあげると非常に良かったかなというふうに思います。でねもう一つじゃあ今のこの経営者の不正っていうのはまあ財務省全体レベルですよね、えー、そして、えー、さらにまあこの後者がね製造販売を行う半導体製造装置は技術革新が激しく あえー、厳しい競争環境になるまさに問題文通りなので生産設備のこれ陳腐化ですよ、ね、つまり、あのー、生産設備がもう製品の、ね、ライフサイクルが短くなってるので生産設備がすぐに駄目になってしまう使えなくなってしまうというと生産設備が陳腐化そうすると何ですか これは皆さんね、会計やられてるんで、減損の兆候とかそういう話になってきて、じゃあね、減損の兆候を認識・測定するという話に、まあ、つながってくるわけですよね。だから、それをね、しないと。生産設備がもうとっくに古くなっていて、もう、あの、その設備はね、には、まあ、価値がないというか、半減以上しているような状況なのに、その価値をですね、減損損失という形で計上しないと。まさに、ね、この、 固定資産の課題形状という話になってきます、ね、ですから減損損失が計上されないといったアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクが識別される可能性も高いということで、ねまあ、こういったようなことを討議したという、まあ、これ以上いくらでも多分ここは膨らませると思うので一つの例として、ね、このレックの回答を参考にしていただきたいですが。あの まあ、えっ、ー、とそうですね、えー、技術革新が激しいとか、えー、業績ね連動方型の報酬とかね、えー、利益が満たつだとまあそういったとのところをね、えー、なぞって書いてあげればよかったかなというふうに思いますはいまあ、ここ問題1はねだからなんとかあの回答はして欲しかったなと思いますねはいでは次に。 えー、問題の状況2ではこう書いてあります。えー、状況1に続き監査ニ X は20期の期末監査で資料234を得たと。で2はどうかというと以下の2つの表は監査ニ X が期末監査で詳細な検討の対象とした後者における清掃案件 ABCD の当期の月次発生原価。 受注金額まあ受注ですからこれ売り上げに将来つながっていくね受注金額そして納入期限および月日かかり品残高を示したものだと当該案件は全て2018年10月より製造を開始しているということなんですよね。はい で、えー、まあ2018年10月ですからまあこれ製造して2019年の3月が決算ですからなんとか売っちゃいたいとかねそういうことを思うかもしれないということを頭に考えながら次いきますこれ見てください A B C D の案件でこれが上の表が、えー、月次発生原価です原価です下の表が案件の月次仕掛品の仕掛品残高です単位は百万円ということになっています A 案件見てみましょうずっと ええー、七十百万円ですから、七千万円ね。七千万円でずっと推移して、十二月、あいや、ごめんなさい、二月三月が、なんか。まあ、これ別に下の、中見てもいいんですけども、先に見ると、なんか原価上がってるなと。で、納入期限は、来年、翌年度の六月だな、ということですよね。受注金額が八百で。 えー、合計がもう原価3月の時点で560もう次140来て1 4十2か月ぐらい続いたらもう受注のね金額上回ってしまうなというところまでね読めるといいんですよね。で次 B 案件はずっと100で来ていてそして原価600で,で受注が1,400だという話ですね。はい、でえー、っとこれ納入期限は 4月ととということになってますね、まあ、来年度だと C 案件80808080 80, 80, 80で来て200になってますなんかここ異常に増えてる何かあったのかなと、ね、いうことで納期は来期と6 D 案件は60606060 60, 60, 60, 60, 60でなんかマイナス60これは何かちょっと異常性感じますよねで納期はこれ出ました2019年3月当期に納入期限だから当期の売り上げになるわけですよそれに関して 原価が最後の月減ってると、月減ってると、なんかこれ利益操作してない。そういう発想なんですよね。はい。じゃあ次、仕掛かりに残高。まあ、仕掛かりに残高を見ると。A. で B. が。仕掛かり品ないんですよ。C. D. もないんですよ。ん。仕掛かりにないってことはこれ、な、なんだ。製品になったの、それとも売れたのって話になりますよね。じゃあ、下の、中ゅ、見てくださいきます。A. 案件。集計された原価合計、ご、え、五百六十百万円。まあ、五億六千万円を仕掛かり品として計上していると。 B 案件は3月に受注金額1 4 0 0万円14億を売り上げに計上と。えっと3月に受注金額14億を売り上げに計上ちょっと待ってよと B 案件って納入期限来年の4月だったよなとやっぱりこれ仕掛かり品がないと思ったら来年の納入期限なのにうんこれは売上売っちゃったんだと。 あれこれこ大丈夫って話がちょっと思ってくるわけですね。はい、でまあだからこれこれ仕掛かり品に計上されていた中継されていた原価600を製品勘定をて売り上げ原価だと、ね、いうことですよ。 集計された原価合計6億円を600百万円を仕掛かり品として計上している。D 案件は3月に受注金額500百も5億を売り上げに計上とやっぱこれね3月に5億を売り上げに計上仕掛かりに集計されていた原価合計2億4千万を240百万円を製品勘定を経て原価に計上と。 大丈夫って話ですよねこれ原価減らされてますからねはいでじゃあ資料4として製造作業 A 案件は製造作業にトラブルがあって2月以降想定外のコスト確かに A 案件急に原価があの増えてましたとじゃあ今度 B 案件ですね B 案件は得意先 B より受注した案件であると B 案件は得意先 B より受注した案件だとで 監査 X は得意先 B に対し期末日を基準日として売掛金の確認を実施しようとしたが当該確認を見合わせるとねこれはもう超異常事態当該確認見合わせると B 案件ってこれ納入期限4月でしたよ、ね、4月なのにで利益もなんかこれすごい600の原価で1,400これで売っちゃってるとで確認状送ろうとしたら確認状見合わせてくれと非監査会社から言われたとまあこれは不正の匂いが。 ププンプンしますよ、ね、で CDCD CD 案件の後者の担当者は同じだと。でこの担当者の部署は第三四半期まで,で利益が大きく見立つ計画に見立つと、うん、CD の案件これ担当者一緒で C は納入期限が5月2019年の3月に冬季に納期なのは D だとあれと。 D で原価60減らしてると60減らしてると減らってるいうかマイナス60ですよね本来は606060603 60月も60になるはずだったはずなんですよ。で60なのがマイナス6 0ってことはどういうことですか本来発生している60に対し60が発生すべきだとしたらマイナス6 0ですからマイナス1 2 0減ってるってことなんですよ。 まあ、マイナス120減ってるっていうか120普段よりも少ないってことなんですよマイナス60ですからね原価が普通は60計上されるのにマイナス60ってことは普段よりも120少ないあれと C 案件見てください普通80で推移してるのに200になってますよ担当者同じこれあのー、ちょっとねこれ実務やられてない皆さんには酷かもしれないですけど原価付け替えてるんじゃないのって話になるわけですよ。 60で来てるはずのものを60だったとしたらね3月が。う60だったものがマイス6 0になってことはマイナス1 2 0にしてるわけですよ。それを C 案件に原価付け替えてるなぜなら納期が来年だからと。ね。 こういうい話なんですよねここまで読み,取る読み取れるかどうかっていうのはまた難しかったと思いますがまあ,あのちょっとじゃあ回答見ていきましょうこれが問題にはまずね A 案件について監査上特に考慮すべき勘定科目とその監査要点を示してそれが考慮されるべき理由と X の取るべき対応と、ね、なかなか聞かれていることが多くて難しかったと思いますが。 レックとししててはですねこういういい回答にしていますまあここはねちょっと財務の知識、まあ、実務やってると当たり前なんですけどあのー、財務の知識でなんとかねあとはまあ講義の中で引き当て金ねこういったあの状況で引き当て金のことをまあ解説はいろいろしてますから、あのー、なんかね損失が見込まれる状態だったらやはり引き当て金のことをパッと思い浮かべていただきたい。特ににこのの場合にはねあのーまあま え皆さん財務でやられてる通り、あり、のー、工事進行基準工事完成基準ね、えー、まあ要はあのー。 工事、長期請負工事の話ですから、そうしたらやっぱり工事損失引き当金ですよね。しかもその金額が、まあ、網羅性って書いてもいいと思いますけどね、まあ、金額ですから、評価の妥当性ということになるでしょう。そして、考慮されるべき理由としては、2月以降発生している想定外のコストが、これですよけ。決算日後も継続して発生と。つまりこれ、70、70、70でずっと来て、140、140で、その C5、6とかね、これが140、140、140で来たら、これ、受注金額上回っちゃいます。6月までにね。そうすると 納入時に損失計上することが見込まれるでしょうとでこの損失の発生のここですよ財務の知識、ね、もうあのその事象が当期以前の事象に起因し、えー、その、まあ、発生の可能性が高くね、えー、将来金額を合理的に見積もることができるとまあもちろん将来の特定の費用または損失であってその発生のお事象がね当、まあ、期以前の事象に起因しということは当たり前なので、えー、損失の発生可能性が高く金額を合理的に 見積もる方が可能な場合には引き当て金を計上しなきゃいけないけれども引き当て金が適切に計上されないおそれがあると、ね、こういったところがね考慮されるべきなんだと。 ね、だから監査人としては A 案件にかかる、まあ、実行予算等ですねこれ財務の話ですねで原価総額が合理的に見積もられているかどうかまた損失の発生可能性を検討するとで原価がそもそも合理的なのと損失の発生可能性高いのとそれで適切に工事損失適当金が計上されているかどうかについての十分かつ適切な監査証拠をね入手する必要があるとこれが監査人の対応ということでまあ ちょっとどう書くかは別にしてなんとかですねこの損失が将来見込まれそうだとじゃあ引き当て金の4要件満たす可能性があるんじゃないのとじゃあ引き当て金の4要件についてねあの満たすかどうか留意してそして満たすんだったらね引き当て金が計上されてるかどうかについて証拠を入手するんだと、ね、十分あまあ引き当て金っていってもね適切な引き当て金が計上されていることについての証拠を入手する必要があるまさにねこの流れでまああの グレードアップトーレン等でもね、まあ、似たようなというかなこの引き当て金を計上すべきというような論点は出しているのでなんとかですねここで、えー、この A 案件については将来の特定の費用または損失というところから取っかかりを作って回答していただきたかったということになります。はい これが問題ですねまあちょっとこれも難しかったとは思いますけどやはり考えて書けない問題ではなかったということなんですね。はい、でじゃあ次問題3問題3は B 案件について監査上留意すべき事項を3点指摘して X の取るべき対応と B はこれ月月納期だっったのに、えー、3月に売てしかもこれ見てください A とかこれ原価率これ半分以上ありますよね。 えー、この C も原価率半分以上あるとまあこの D であっても半分ぐらい原価率ですよこれ B 案件なんか異常にこれ原価率低いですよね1,400に対して600と、ね、いうことになってるとで、えー、さらに B 案件はこれ確認を見合わせるようも,ことも言われているともうここがまさに、えー、ポイントですはいではあとですねこれもう模範回答にした留意事項はこれです えー、得意先 B に対する期末日を基準日とした売りかけ金の確認を見合わせるよう依頼されたことまあやっぱこれが一番大きいですね確認状を送るなってこれ相当な事件ですねまあ実もやってると相当な事件なんですけどもでも皆さんもね 監査手続きをこれ制約されたといったらやっぱり事件だというふうに考えていただいて、まあ、ここ一番最初に書くのがやっぱりあの別に123順序は順不同だと思いますけどあの採点者の印象がいいっていう意味ではやっぱりこれうんまあ1を書く方がいいでしょうねこれ気づいてるよと当たり前だけど気づいてますよで次2番目やっぱこれでしょうね納入、まあ、原価率が低い利益率が高いっていうのは、まあ、あのそういう製品もあるかもしれないのでこの2のねやっぱここですよ。 納入期限が4月なのに3月に売上計上とこれってなんか押し込み販売というかね無理やりなんか売上計上しちゃったことにしてないかというところですね。でそして最後にまあ,あの利益率が他のアンよりにも相対的に高くて6割ぐらいまあ逆に言えば原価率が4割程度ということになっているということもね何かあの売上を早く上げたかった要因になってるんじゃないかなということが気になりますね。し、はい、したらの取るべき対応としてははここれでですね、まあ、どこまで でこれまさにですね不正のようなあ感じですよ不正による重要な競技表示の疑義のような感じがありますからちょっとね不正対応の監査ということで、えー、まあ書いていただくのがいいのかなというふうに思っていますね。はいじゃあこれどう書いたかと,とここもちょっと不正まで持ってったのは難しいかもしれないですけどただ明らかにねこれ確認を見合わせるとか明らかにちょっと不正の匂いがしますからそういった観点を持っていただくと換気を240を参照した かな、えー、す後者よ,、はい、より確認特許先 B 社への確認を見合わせるよう依頼されていることから実際にはね B 社に期末時点で引き渡されてないにもかかわらず、えー、利益率の高い B 案件を売り上げを当期に前倒し計上した恐れがあるとこのためまず経営者に対して確認見合わせの理由について質問するとねこれ理由を質問するんでした。ね、えー 虚偽表示の,、えーのまあね、可能性があるとということで質問してでまた不正または誤尾を明らかにできる監査証拠を入手する機会を経営者が制限するリスクがあるためこれも環境に書いたんですね当該理由の正当性と合理性に関して監査証拠を求める必要があるとなお確認に不同意の理由が合理的でない場合にはこれ説明の理由が合理的でない場合は不正による虚偽重要な虚偽表示の疑義に該当するというふうにこれは判断せざるを得ません。ねえー、この 質問して回答の内容が合合理的じゃなないい場にには、えー、虚偽表示の疑義ととうことになります、はい。で、えー、そうするとですね、えー、判断したら不正に直接対応したね、えー、この監査手続きをしなきゃいけなくてこれはですねやっぱ不正に対応するんだったらやっぱり B 社へ確認やんなきゃいけないですよこれね、えー、制約されても確認をしなきゃいけないと。 と、ね、いうことになるそしてその確認を実施してその疑義に関して十分かつ適切な観察を購を入手する必要があるよねということでやはりねこれですぐに代替手続きをやっっぱり想定するのはちょょと良くないでしょうねだって確認制約されて合理的な理由があれば別ですよ。合理的な理由がある場合には別にねこれは「代替的手続きと」とこれは回答に書いていただいてもいいただ回答スペースがないのでそこまで書けないっていうことで書いてないですが、まあ、回答ね、えー、この確認の回答 確認を制約することに合理的な理由があればあそれだったらこれはね代替的手続きただなければやはりね、えー、その あの不正のによる重要な虚偽表示の疑義に該当するとして直接ね不正に対応する手続きとしてええ疑義に対してかこの立証できるかどうかをねえまあ,あの立証するために確認を実施するということをするんですね。はい、ここはちょっとねあのそれでも確認を実施するってところまでかけたかどうかってのはあのはちょっと難しいと思いますがただね留意事項とあとですねまあこのどういった恐れがあると。 掲示をしている恐れがあるからまず理由を質問見合わせの理由を質問そしてその理由が合理的かどうかっていうねその辺あたりまでは書いていただければね最高にまあ良かったと思いますただそこまで書けなくても留意事項さえねまずある程度書いていただいてそれについてですねえ取るべき対応をある程度まあ考えて書いていただければそんなにねえ白紙にしない限りあのそんなに差はつかなかったような気もします。 はい、では、えー、最後の問題、えー、問題の4に行きたいと思います。はい 問題4はですね問1監査人は X は CD 案件の月次発生原価および月次しかかり残高の動きを分析した結果 CD 案件を合わせて検討することとしたその理由として考えられることとこれは先ほどちょっとねもう読みながら言ってしまいましたがあのやっぱねこれ監査あの皆さんはちょっと最初なんだと思ったかもしれないですけど、えー、結構実務的でねもうこういうのはまあ典型論点というかな見てってあれなんか原価がマイナスですよこれ3月。 でマイナスってことは普段発生してた分が60ですから120の開きがあると C 案件見たら120増えてるじゃないかとしかも納期が D 案件は3月 C 案件は5月で担当者一緒だ。 いうことでねこれ原価の付けけ替えだだとととここういうふういいいふにかか気てたたくねねっわけなんです、ね、これ模範解答これちょっとまあここは難しかったと思いますがなんとかねこれも考えて、あのー、適当じゃなければちゃんと考えていれば何らかのねこの D 案件原価が減らされてるとかですね付け替えだと書けなかったとしても D 案件は原価がマイナスになってなんかおかしいとしかも3月がね、えー、この納入期限でもう無理やりなんかね利益を作ったんじゃないかとかねそういうふうな なんとなく考えて書けると思うんであの模範回答通りじゃなくて全然いいのでですねはい、なんとかそこを書いていただきたかったじゃあ模範回答はこう書いてます C 案件と D 案件の後者の担当者同じでこの担当者の部署はこれも問題文書いてありましたね第三四半件まで利益が計画に対して大きく満たすだとまた当期において納入期限を迎えた D 案件の原価が当期の3月において前月までと比較して1億2000万減額されているとね マイナス60ですこれに対して翌日に納入される予定である C 案件の当期3月における原価が同額だけ増,額していると増加しているとこれらのことから当該担当者は当期の利益計画を達成する目的で D 案件の原価を C 案件に付け替えるまあここまでかけなくてもねあの移動させたまあでも厳密には付け替えることにより当期の利益を過大に計上する不正を行った可能性が高いと考えられるとこのため監査に X は C 案件と D 案件を合わせて検討することとしたと考えられると。 いうことでまさにねちょっとこの表の読み取りから財務的なところで見てねなんで原価マイナスなんだというところに気づいていただければこの回答が何とかできたのかなというふうに思いますがまあいずれにせよね第2問は全部考えればあの少しまるっきり白紙にはならないようないい問題ですからしっかりとね、えー、考えて、えー、少しでも かかかけたかどうかというととといいころになると思います、はい、で最後これ意外とやっぱりねあのこれもよく言ってたんですが一番最後の問題が一番解きやすい可能性もあるということをねあの言ってたんですこともあるんですけどこれ監査 X は CD 案件に対する監監査査手続きを実施した結果監査役等とコミュニケーションを取る必要があると判断したとこの場合等が判断の根拠として考えられる状況を説明しなさいと監査役等とコミュニケーションをとる必要があってこの CD でねなんかあの不正が行われてそうだというと。 まあこれは不正があればですね関西役等とコミュニケーションしなければならないっていうのがこれがですねあ関帰法の、まあ、265ですよね265に、えーまあ、関西役等とのねコミュニケーションということでえー、っと 240で不正がある場合の監査役等とのコミュニケーションねが40の第40項に書いてありますですから不正があるといったらまず200換気棟240でその中で監査役等とのコミュニケーション4というのはまさにです、ね、不正または不正の疑いがあれば監査役等とコミュニケーションをしなければならないと書いてあるのでそこの、ね、換気棟240の40個をそのまま書いていただければいいという実はシンプルな問題だったわけなんですね。 はい、えっとこれについてはえっとですね模範回答は、えー、第2問のえっとこれですね最後問題4の問いに C 案件と D 案件において経営者による不正または不正の疑いがあると判断したため監査人 X は監査役等とコミュニケーションを取る必要があると判断したと考えられると、ねえー、いうことでまさに基準通りということになっています。 はいまあの正直ですねこれ後になって見てみるとはあやっぱ取れたかなっていうふうに思われる受験生の方多いと思いますで、えー、とー結構ね本番では緊張感もあったし、えー、あんまり書けなかったかなと思われる方もいると思いますがあのー、そういう意味でね監査そんなに個人的に差はついてないかなと思って。 てるんですねでまあ、差がついたとすればいい意味であのいろいろ考えてかけた方はちょっとねアドバンテージでまあ,あのもちろん全科目合格をしていただけばいいんですけども科目合格レベルの監査論の点数が取れてる方っていうのは多分考えてかけた方だと思います。ただその科目合格する方と 科目合格ではないけども合格点レベルの方の差って素点で言えばそんなにないはずですね監査っていつもそうなんですけどもちょっとできてるとポーンと跳ね上がってしまうということでねあのまあ,あの試験の合格発表まで時間がありますので、えっと、いろいろ気になっちゃうと思いますがもうあの試験受けられた方ははっきり言ってねこれ監査の自己採点なんかしても無意味ですからあのもうそうじゃなくてあの 自分が、ね、できたところはあここはよくできたとで,できなかったところについてはあこれ、まあ、もう、ね、皆さんこれ合格していただくわけですけども万、まあ、万が一の時にはそこは対応すればいいので特に、ねえー、個人的にはこの試験合格発表までは何かあの復習する必要もないと思ってますし、あのー、もう最後の、ねえー、合格までの休みだと思ってですね、まあ、羽を広げていただければと思っているのが個人的な意見ですね。 でえー、っとあとはまあ就職活動かあか監査法人周りとかねあると思います。であの怖いのはちょっと逆にあのこの動画で言うのもどうかと思いますが何かできたなっていう方はちょっと注意してくださいね。何かできたが根拠のあるできたならいいんですけどもあの意外と試験中に舞い上がってですねあ,のあそこができなかったここができなかったっていう人の方が 結構受かっててです、ね、舞い上がってあそこが、まあ、大体できたなっていう方ってあの意外とポイントを見落としてる可能性があるので、あのー、本当にね、あのー、自己採点してもですねそういう方っていうのはあのー、現れてきませんので、えー、ちょっとね、えー、自己採点も正直意味ないしあのできなかったっていう方 はまあ、それはそれであの試,験試験中に、えー、しっかり冷静にね、えー、問題が見れてるわけですから気にせずに。で、えー、同じことですけ言うようですけどあの冷静に見れてなかったというふうに感じる方はですね、まあ、ちょっとねあのそこに関してはよく復習をしておいてですねまあ万、ま、が一の時には対応できるようにしなきゃいけないというのはありますけども。 ただねまあいずれにせよ論文まで何とか皆さんあの受けていただいたわけですからあそういった意味ではあのもう十分にですね休暇を取っってていいただければと思っています、はい、で、えー、と監査論に関してはそういった状況なのでいずれ今後もね 問題はあのやはり両門があの論文式試験続くと思いますで、えーっとまあ、なかなか予想は当たらないんですがただあの本質的なところをね、えー、これ聞いてくるっていうことにはずっと変わりはないですからあの何度も言いますが今後も理解をね、えー、する学習を進めていただきたいと思います。でまだ論文を受けられたことのないい方については これはですねあのしっかりとあの理解をしていれば逆に言えば取れるわけですからやみくもな暗記は必要なくてですね、えー、しっかりと分かったというまで納得するまでですね考えて進めていく勉強があのもうこれもう5年以上続けていってますからもうこの傾向はもうどんどん続くでしょうから、えー、そのね理解の勉強すればいいっていうのは変わりませんから是非、えー、ですね、えー、そういった形で勉強を進めていただければと思います。はい えー、以上がこのね令和元年の監査論の論文式本試験の解説と公表になります。はい、えー、ではね、えー、またあのまあ、これから受けられる方はぜひこの動画を参考にして勉強を進めていただきたいと思います。はいそれでは皆さんお疲れ様でした講義を終わりにしたいと思います。